はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きをやっていきたいと思います。今日はバラル編でやっていきたいのはこれですね。僧侶のねクエストの続きをやっていきたいと思います。今日のは、レベル40以上なら受けられるというクエストですね。で、今アズランのキリカ聖堂に来ております。で、仲間が助けを待っているってことなんですけど、誰に話しかけるのか書いてないので、カランから話してみましょうか。違うっぽい。木陰の集落に行かなくちゃ。お弁当持ってく？なんだ？なんでしょうね。おお、初仕事。木陰の集落に謎の病に侵された者たちが現れた。ああ、なるほどね。とりあえず木陰の集落に行くみたいですね。じゃあ受けていきましょう。じゃあちょっとね、木陰の集落まで行ってみたいと思います。はい、それではね、木陰の集落に着きました。場所はこの辺ですね。アズランから馬車が出てますので、1回でも来たことあれば誰でもすぐに来れると思うんですが、ジャックがいる。ジャックはあれだろうな。とりあえずこっちの人に話しかけてみますか。必要ないと言われちゃいましたよ。あ、なるほどね、この人も来てるんですね。流行り病っていうけどさ、誰もいなくないか。この子かな、赤いので。ちょっと話しかけてみます。美容師だよ。とりあえずこれはね、受けないでおきます。ここなんか入れないしな。あ、入れた。以前入れなかったんですよね。おお、こんなちっちゃい子が。お母さん、息子だったんだ。弟かと思ってました。300年もの昔に多くの人々の命を奪った滅びの病。おお、なんかちょっと恐ろしい病ですね。カランも来てる。なんだ、観光樹って読むのかな。香木だった。聞いたことがないって言ってますね。北西の森奈良大森林にエルトナレンジャー協会森奈良支部の山小屋がある。あー、なんかありましたね。なるほど、今度はそこに行けと。了解しました。じゃあね、森奈良支部に行ってみます。結構遠いんじゃないかな。とりあえずね、向こうに着きましたらまた動画つなぎたいと思います。
はい、それではね、レンジャー協会の森奈良支部に来ました。で、観光ジュルっていうんですかね、ちょっとね、聞いてみたいと思います。とりあえずこのマルチャって人にも声かけてみようかな。この人でよかったみたいです。お、知ってるみたいですね。木彫りの心臓も、おー、300年も前に絶滅した木なんだそれ。うわー、これだけ、これだけですか。うわ、木陰の集落に一回戻んなきゃダメなんですね。石作っとけばよかったということで、木陰の集落に戻りたいと思います。それではまたね、お会いしましょう。はい、それではね、戻ってきました。石をね、作ってなかったので一回アズランまで戻って電車で来ようかなとかね、いろいろ悩んだんですけども、徒歩というかドルボードで戻ってきました。さあどうすんだろうね、300年も前に亡くなっちゃってるって。ああ、あれじゃん、もしかしてあの木彫りの人形というかあれを使っちゃうんじゃないだろうな。あ、やっぱり、やっぱりカランは喜んでるけど実際使えないんじゃないの。やっぱり。さあどうすんでしょうね。これでいいんだ。ということでね、クエストクリアはしたみたいですね。次のクエストでどうなっていくのかっていうのが分かるのかな。どうすんだろうね。まあ予告見てみましょうね。重々しい曲が何とも言えませんね。失望しましたよってどういうことだろう。まあまだ次回第4話ですからね、まだ解決しないんでしょうね。多分ね、あの第5話まであると思うんですよね。ということでクリアしました。でね、ちなみにもらった装備なんですけど、ヒロノさんの方にね順次送っております。なんかね、星2つ付きの装備なんですよね。なのでヒロノさんの方に送って、壺錬金をね、ヒロノさんやってるので錬金つけて、で後々はね、ヒロノさんの方に装備させたいなと思っております。です、まあ、レベル30から使える装備だったと思うのでね、バラルさんがつけるよりはヒロノさんがつけた方がいいかなということで、ヒロノさんの方に送ってます。ということでね、今回のクエストはこれで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。